参議院予算委員会の審議予算委員会は、日本の衆議院、参議院における常任委員会の一つ。予算委員会の所管事項は、端的に予算とだけ定められている。内閣が提出する予算案の審議を行うことが基本的な役割であるが、予算というものは1年間の国政のあり方を決めるものであり、また、予算案の作成と予算の執行は、 内閣の責任の下で行われるため、予算の内容に限らず、広くその執行主体である内閣の政策方針や、行政各部の対応をさらには、閣僚の資質の問題などが問われることになり、結果として予算委員会では、国政のあらゆる重要事項が審議される。実際、予算委員会の審議を通じて、これらの事項について問題点が浮き彫りになることもある。 その反面、分科会や移植審査といった手続きを別にすれば、一連の予算審議において、各省庁、政府機関の政策、予算を個別に精査する議論はほとんど行われていないのが実情である。このため、より予算内容についての審議を充実させるべきではないかという議論も根強い。予算委員会は、本会議、投資討論と並んで、国会審議の 花形として広く認識されており、テレビ中継やネット配信の機会が多い。予算案を審議するためにすべての閣僚が出席する場合は、その同時簡単には他のすべての委員会は開会されない。また委員長は概ね閣僚級のポストとみなされており、閣僚を経験者を当てることが一般的である。閣僚の席は財務大臣が総理の隣に座ることを固定されているが、 鳩山幸男内閣や野田改造内閣では副総理の役職が存在しており副総理が財務大臣でなかったため財務大臣は副総理の隣の席に座ることとなる。また中央省庁再編以降は官房長官が総理大臣の真後ろにつくことが多くなっている。時期としては通常国会前半の1から3月に本予算の審理として集中して開催されるのが 一般的である。また、補正予算等の議決が必要な場合のほか、特に予算の議決を経る必要がない場合でも、予算の執行状況に関する調査といった名目で開催されることもある。本予算審議の流れは基本的に以下のようになる。衆議院には予算選議権が認められているため、予算案は、まず、通常国会の召集日に、 内閣から衆議院に提出され、予算委員会に付託される。本会議において、総理の施政方針演説の際、財務大臣は財政演説を行い、その演説の中で予算の説明を行う。委員会では、財務大臣が趣旨説明を、財務副大臣が補足説明をそれぞれ行う。そして、むね2から3日にわたり、全閣僚が出席し、 基本的質疑が行われる。この際は、各会派の質問が一巡するまでの間、NHK では NHK 総合テレビジョン及び NHK ラジオ第一放送にて、災害報道を除くすべての通常番組の放送を一切中止して、国会中継が優先して放送されるため、与野党の有力議員が質問に立つことが多い。首相を含めた、 全閣僚という野党が直接退治して、現実論戦を交わす、国会の花形となっている。その後、委員による一般質疑が2週間程度続くが、そのまま適宜、時の政治課題に関する集中審議として、総理や担当閣僚出席のもと質疑が行われる。さらに、地方公聴会及び国会法51条2項により、義務付けられている。 中央公聴会も開催される。首相が出席する集中審議は NHK で中継されるなど注目度が高く、また公聴会のうち特に中央公聴会は採決の前提と位置づけられているため、これらの日程をめぐって与野党の攻防が展開される。公聴会では1日半にわたり各党が推薦する経済学者、労働組合の代表、 その他時の政治課題を反映した、公述人が公述を行い、委員の質疑を受ける。時には、スキャンダル等が明らかになったことにより、それについて参考人招致や、承認関門が実施されることもある。予算審議も終盤になると、各省庁ごとに予算審議を行うため、分科会が開催される。通例、所管省庁ごとに最大8つの分科会は設けられ、 1> 約1日半にわたって審議される。文化会と所管省庁は以下の通り。そして最後に全閣僚出席の下で締めくくり質疑を経て各党各会派の代表者が予算の賛否について意見を述べる討論を経て採決に付され予算委員会での審議は終わる。衆院予算委での審議は概ね15日前後の審議日数で、 70時間前後となるのが通例である。本会議においても予算委員長報告、各党各会派代表者による賛否についての討論を行った後、記名投票で採決に付され、賛成多数であれば予算が衆議院を通過する。3月2日までに衆議院を通過すると憲法の規定により参議院で議決されなくても年度内に自然成立することになり、ここでも 審議日程の決定について、与野党の公房が展開される。参議院においても、衆議院とほぼ同じような手続きで審議されるが、趣旨説明は、衆議院通過前に予備審査として行われることが通例である。各省庁別の予算の審議は、分科会ではなく、各委員会に該当部分を移植し、審議の上それを報告させるという形をとっている。なお、 予算が4月4日まで成立しないと、確証参議院で衆議院と異なった議決をした場合、衆議院は両院協議会を求めなければならないが、協議が成立しないときは、衆議院の議決が国会の議決とされることとなっている。そのため、参議院で予算が否決されたことは、数例存在するが、いずれの場合も協議が成立せず、予算は、 原案通り可決となっていることが通例である。予算委員会の人数は、衆議院が50人、参議院が45人である。いずれも委員長を1名、理事9名が選出、または指名される。肩書きはすべて当時。その他、1990年代前半頃まで、TV やラジオの放送内容や世相について一言、取り上げられる機会もしばしばあり、マスコミ業界では、 委員の発言に一気一憂することも多かった。ありがとうございます。